おはようございます。ユニコーンファームがお送りするスタートアップ1年生の教室へようこそ。フリーアナウンサーの林理瀬です。この番組はスタートアップ企業を考えている人や転職を考えている人、新規事業に関わる人に向けて企業に必要なスタートアップの基礎的知見をお伝えしていきます。さて今日も起業の科学の著者でありユニコーンファーム代表の田所さんとお伝えしていきます。よろしくお願いします。はい、皆さんおはようございます。よろしくお願いします。で、前回 PMF って何？その重要性ってどんなところにあるのっていうお話を聞いたんですけれども、じゃあ PMF ってどうやってすればいいの？っていうのが、はい、なかなか難しいと思うんですけれども、 PMF のためにまずすべき行動っていうのは何をすればいいんですか？そうですね、いきなり PMF でプロダクトマーケットフィットの状態の手前で、僕はこの企業科学って本の中で、CPF、PSF って言ってるんですけど、まずその顧客課題をやっぱり発見していくことかなと。顧客課題の発見、はいで、それが大事なのかなと思ってまして、はい、顧客課題を発見するって表現なんですけど、顧客課題ってそのお客さん自身もこうやっぱり言語化できていない場合が非常に多いと。で、言語ができていたりとか、もうめちゃめちゃペインが大きいんですってやったら何らかの手当てしてると思うんですね。ただその手当てしてる場合でも、なんかそれが未充足だったらそこにチャンスがあるかもしれないと。ただ最近すごい思うのが、お客さんとかカスタマー、ユーザーっていうのは別にその自分の、顧客課題を言語化するのが仕事じゃないんですよね。で、そこはやっぱ見つけていくのが非常に大事なのかなと思ってます。で、見つけ方として僕は最近すごいですね、腹落ちした表現があって、顧客が諦めていることを見つけると。はい、もうこれは治らないからいいやとか。しょうがない、こんなもんだなと思っているところなんですよね。で、Zoom なんかも、PMF してすごい伸びたんですけども、何諦めてたかっていうと、結局、その、誰かと話す、例えば自分のお母さんと話すときに、スカイプとか、当然ね、WebEx とかそういうのあったんですけど、ありましたよね。パスワードを送る、これ当たり前だわ、であったりとか、スカイプとかだと、なんかお母さんとかおばあちゃんになっても、アプリをダウンロードして、それで使ってもらうみたいな、一手間二手間あったんですよ。これはもうなんかアプリからしょうがないわって話なんですけど、Zoom だったら URL、発行して送る、話す以上なんですよ。そうですね、で、こんな感じでちょっとした下がってるところっていうのはちょっと気持ち悪かったりか、ちょっと未充足なんですけど、やっぱユーザーは諦めてたんですよね。で、そこの部分を一手間減らすだけで、Zoom なんか時価総額10兆円超えたわけなんですよ。いや、考えていただきたいのが、2手間あるプロダクトと1手間のプロダクトはどっち使いたいですかって話なんですよ。もう全く同じだったら1手間の方がいいです。そうですよね。1手間の方がいいってことなんですけど、2手間だったらこんなもんかってユーザー諦めてるんですよ。でも使うと思います、2手間のものしかなかったら。なのでやっぱり大事なことが、顧客が諦めているところを見つけに行くのが大事なのかなと思ってまして、僕がそのやる方法としては、当然インタビューであったりとか、あとは顧客の観察ですね。例えばある行動を観察してお客さんにこう問うんですよね。なんか僕はモチベーショングラフっていう、なんかこうブレストのツールをよく使うんですけども、なんか話していて、例えばあなたが何か行動してる時にこんな波線で書いてください、行動を。朝起きてから寝るまでに、完璧な人生ないですよね。なんかやっぱりちょっと下がったり上がったりじゃないですか。でもめちゃめちゃ下がったところに対しては大概そのソリューションがなんかあるんですよ。でもちょっと下がったところとか、ちょっと平行なところっていうのは、こんなもんかって結構人間諦めてるんですよね。なんですけど、ちょっと諦めてるところっていうのは、人間って多分言語化すらしたくないんですよ。だってそのネガティブなことをそのいちいち口に出したくないんですよね。これなんかわがままな人間ともあるとか、そういうところにフォーカスしたくないんですけど、ちょっと下がってるところに対して、本当にピッて上げるだけでも頭の中で、そうかと。いうのがあって、それがめちゃいいって感じなんですよね。これはなんでこの話かというと、日本も多分60年前とか70年前の、物がない時代とかだったら課題だらけだったと思うんですよ。なんかもうね、炊飯器がない、冷蔵庫がない、車がないみたいな感じだとしたら、冷蔵庫ないんで冷やせないのに腐るって分かりやすい話なんですけど、でも成熟国なんで、その大概のもの揃ってるんですよね。100均行きゃいいもの買えるって話なんですけども。でもその中でも未充足が存在していくってこと、そこを見つけるのが非常に大事なのかなと思ってます。見つけ方とかコツとかってあるんですか？だから大事なことが顧客の思考と行動をやっぱり理解することかなと思ってます。インタビューとかだと思考は理解できるんですね。はい、一方でやっぱり行動みたいなことをやっぱり理解する必要があって、我々がやっぱりどこに課題が発生するかっていうと時間軸の中で発生する課題っていうのが。時間軸の中。要は例えばそのね、先ほどの Zoom もそうだと思うんですけど、2クリックしたらとかお母さんにそのパスワードを教えるみたいな行為になるとメッセージを送るとか、なんかお母さんこう電話しながら LINE とかで話しながらこれパスワード入れてってなるのは1分ぐらいで終わるかもしれないですけども、1分が結構面倒くさかったりしますよね。お母さんがそれってパスワード間違うみたいなことがあってエラーが起きてしまって二度とやっぱりやりたくないってなってしまうというところなんですよ。っていうふうにこれやっぱ行動の中であるし、行動の中でやっぱお互いの気持ちがちょっと下がってるとかあると思うんですね。まあそこの部分を本人たちは意識しないところを見つけていくというのが大事かなと思ってます。へえ、モチベーショングラフ書いてみるっていうのもいい一つの手ですね。そうですね。まあ一つの事例として、去年ニトリ、皆さんニトリ知ってますよね。ニトリもう大好きです。はい、ニトリで去年商品開発されて一番売れた商品が何かっていうところなんですけど。去年開発された商品で一番売れたもの。はい。それがですね、非常に面白いんですけども、スマホ毛布。と言ってですね、はい、スマホ毛布と言ってですね、はい、スマホ皆さん冬寒い時にまあ寝ながらスマホいじりますよね。確かにこれやりますね。でも上半身出るじゃないですか。上半身出ると、そうそう、上半身出るとやっぱ寒いんですよね。でこの冬布団に入って手が寒い問題っていうのは誰も言語化できてなかったんですけど、確かにちょっとね、下がっているんですよね。まあなんか布団に入って寝ようとすると、で手出すと寒いし、で毛布かぶると目がチカチカして興奮して眠れなくなるみたいな感じですよ。でもこれってめちゃめちゃその苦痛じゃないんですよ。あ、そうですね。なんか最適じゃないんですよね。でこのスマホ毛布って商品ね、皆さんググっていただいてるんですけども、毛布に手が穴が開いてて手を出したら肩までが入るんであったかいんですよ。なんでスマホはいじれますってことなんですけども。まあ不格好であるんですけど結構売れたらしいんですよね。へえ、まあでも確かにちょっとこの悩みはありました。はい、はい、なんでこうある意味トレードオフかなと思ってて、手を出すと寒いし、一方でくるまるとスマホが使いにくい、目がチカチカするっていうふうな、一見すると相反することっていうの両方ピタッと満たしていくというところなんですよね。でこれやっぱりユーザーの諦めてるところかなと思います。まさに諦めてる表現が、はい、ぴったりですね。あともう一つ、冬とかだとね、ヒートテックってきますよね。はい、ヒートテックもユーザーが何を諦めたかっていうと、あったかいものは重いってことだったんですよ。セーターと重いじゃないですか。はあ、諦めてたかも。はい、でヒートテックはあったかいけど軽いなんですよ。はあ、はい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 。あったかさと、軽さっていうのは相反するんですよね。あったかいもの重くなると、スウェットとかセーターとかってカシミヤのセーターって高いじゃないですか。軽くて気持ちもいいんですけど、だからあれって1万とか2万とかするんですね。ヒートテックって大体ほんと1000円ぐらいで、重ね着したらめちゃめちゃあったかいんですよ。気にならないぐらい軽いんですよね。っていうふうにやっぱユーザーが諦めてたことに対してそこを提供したというところなんですよね。で考えていただきたいのが、まあ、ヒートテックとかだと結構技術的なのがあると思うんですけど、スマホ毛布とかって技術力ないですよね。切って手あげるだけでいいんで、ただそういうところに気づくってことなんですよ。そっか、そこを切っただけですもんね、手が出るように。でおそらくニトリさんとかの商品開発は、まあ、実際ユーザー観察してスマホに入ってもらっていろいろやってもらうみたいな観察したんじゃないかなと思うんですよね。僕はその現場に行ってないですけども、実際寝るシーンとか見てスマホ見て、あ、確かになんか寒そうだなみたいな素朴な疑問ですよね。じゃあもしそういう商品があったらどうですかっていうと、めちゃめちゃ売れたということだと思ってます。じゃあすごく難しいことをしろっていうことではないんですね、 PMF は。そうですね。だから皆さんも普段生活している中で、なんか仕事でもそうなんですけど、一回自分のなんかアップダウンするログ書いてみたらいいと思うんですよね。なんかある行動をしますと。例えば僕はよく書くのは、例えばね、どっか役所に行って登録しますとか、旅行行く時だったりとか、何でもいいと思うんですよ。その時って意外と上がったり下がったりしてるんですよね。でもそれに対して実は代替案が存在する場合もあるんですよ。それ知らないだけで。ただ代替案が存在しない場合もあるんですよね。実はそこに大きなビジネスチャンスがあるのかなと思ってます。ということで本日は PMF 達成するために最初にすべき行動ということでお話をいただきました。